はい、皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はこちらムック本ですね。ランドリーラウンドショルダーバックブック、カーキの方購入してきました。ブラックとカーキが2色同時発売なんですけれども、今日はカーキバージョン開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。それでは見ていきたいと思うんですけれども、その前に現在宝島チャンネルでは期間限定8月10日から8月16日まで全品送料無料キャンペーンやっております。まあ、通常ですと2000円以上購入しないと送料無料にならないんですけれども、期間限定で、まあ、全品無料ということなので、この機会にぜひ使ってみてはいかがでしょうか。まあ、特に宝島チャンネル限定特典付きの付録はお得になってきますよね。それではバッグの方を見ていきたいと思います。まず広げていきますね。はい、それではご覧ください。まず正面、こちらランドリーのロゴがですね、プリントされておりますね。今回ランドリー3年ぶりのブランドブックということで、楽しみにしていた方多いんじゃないでしょうか。そしてこちらはバーガータイムのロゴタグ付きとなっております。結構大きめのタグになっておりますね。そしてこの表面の素材なんですけれども、ポリエステル素材使われてまして、とても軽いバッグに仕上がっております。はい、まあ、このカーキ色、このカーキもね、とてもおしゃれなバッグになっているかなと思います。で、続いてこちら、前面にはファスナーポケットが付けられておりまして、この持ち手の部分、今裏返ってますけれども、はい、分かりますでしょうか。ランドリーボーイの、刻印がされているということですね。そしてこの持ち手はこのメイン収納の持ち手も同様となっております。はい、で、続いて裏側見ていきましょう。裏側には特に何もポケット類とか、あとロゴとかもですね、何もないですね。かなりシンプルな、はい、バッグになっております。そして、この底の部分見ていきましょうか。底はこのようにマチもこれくらいありまして、はい、サイドの部分も見ていきますけれども、はい、あ、結構マチがあるんで、意外と入りそうですね。で、このように仕上がっております。はい、で、ショルダーストラップに関しましては取り外しはできない仕様になっておりまして、はい、まあ、かなり柔らかめの、はい、柔らかめの素材になっております。そうですね。で、サイズ調節はもちろんここで可能となっておりますので、後で肩掛けしてみますけれども、まあ、好みの長さに調節して使うことが可能です。ショルダーストラップの色もカーキということで、本体と合わせております。それではですね、気になる中を見ていきましょう。で、この持ち手はやっぱりこうスッと持ちやすくなってますね。こう指に馴染みやすいこの形状をしております。では開けていきましょう。中を開けますと、今日もゆきちゃん、そしてあ、ヨーゼフさんもいらっしゃいます。かなり中が広くなっているみたいです。では見ていきます。千葉コッペちゃんとキョロちゃんもいらっしゃいました。はい、それでは中を見ていこうと思うんですけれども、このファスナーの動作、これはとてもスムーズですね。持ち手ももちろん持ちやすいんですけど、この動きがスムーズっていうのもポイント高いかなと思います。はい、では中開けていきましょう。内側の生地は、赤ですね。外側カーキの中は赤です。そして柄もとっても可愛い仕上がりになってます。そうですね、ハンバーガー、そしてドリンクとポテト、総柄デザインということで、とっても可愛い内生地が付けられております。そしてここに内ポケットがしっかりと付いておりますね。まあ、内ポケットはランドリーボーイさんがいらっしゃいます。はい、で、中深さもしっかりとあります。まあ、後でいろいろ測定しますけれども、大容量バッグと言っていいんじゃないでしょうか。はい、そしてですね、この前面のポケットを見ていきますけれども、ここにも同じファスナーついてまして、はい、まあ、この動きもとてもスムーズに動かすことができます。はい、そしてこのこちら側の内側はですね、まあ、メイン収納のこの赤の裏地が来ているということで、ちょっとこう赤の薄くなったような色になっております。はい、こうですね。
で反対側のこっち側は外側の生地の裏側 PVC 張りといった仕様になっております。でこちら側にもですね結構入りそうですね。ルマンドが余裕を持って入りますので問題ないかと思います。はい、それではサイズをより詳しく見ていきたいと思うんですけど、まずメイン収納、この幅に関しましてはまず A4 サイズ持ってきました。 A4 サイズはこのように入らないですね、入りません。で縦にこう入れてみますと、はい、縦に入れましてもこのようにはみ出ますので A4 サイズは入らないですね。でこの幅、幅に対してここにストラップついてますので若干ですね幅よりもちょっとこう開口が狭くなっているような、そんな感じにはなりますかね。ここについてますので。続いて B5 サイズですね。 B5 サイズはギリギリ入りますという感じです。中に入れましてもこれくらいの余裕がありますので、はい、B5 サイズは余裕で入るかと思います。縦に入れましたらちょっとはみ出るかなというところですね。ちなみにこちら前面のポケットに関しましては B5 はちょっと入らないんですけれども、A5 サイズであれば余裕を持って入れることが可能です。それではバッグにいろいろ入れていきますけれども、まずはこちらペットボトル入れていきます。 500ml のペットボトルが、はい、高さは十分余裕ですね。そして、最近雨が多いんで折りたたみ傘入れてみます。はい、縦に入れてもいいですし、こう横に入れますとこんな感じになります。あとは、タオルですね入れてみたりとか、あと長財布入れてみましょう。長財布も余裕で入っちゃいます。こちら側の外側の収納にもすっぽり入るくらいになってますね。はい、こちら入れときますけれども、こちら入れたりとか、あとエコバッグなんかもねそのまま入れたりとかできますね。あとノートなんかも入れてみたりとか、これくらい入れてもまだ、はい、ちょっとごちゃごちゃしてますけれどもしっかりと入ってくれます。あとスマホなんかはですねもちろんこちら内ポケットにすっと入れておくと便利ですよね。で外側のこちらのポケットにもちょっとしたメモ帳を入れてみたりもできますし、はい、こういった除菌シート、外側に、厚みのあるものちょっと入れづらいですけれども、はい、入れようと思えば入りますかね。はい、こんな感じで、入れまして、ファスナーを、はい、閉めますと、まだちょっとねこの辺も余裕があるくらいしっかりと入ってくれます。でこれだけ入れて近くで写してみますけれどもどうでしょうか。多少こう盛り上がったりしてるんですけれども、そんなに形が崩れることなく綺麗に持てるかと思います。でこのまま持ち上げてみますと、はい、こうですね、はい、底の部分もこんな感じです。で多少こう中央の方がこう下がるような形にはなりますけれどね。はい、それではバッグ持った感じ映していきたいと思います。どうでしょうか。このカーキ色っていうのがいいですね。最近、いつもブラックを買うこと多いんですけど、このカーキとっても可愛い色になってるかと思います。でこの正面のこのランドリーのロゴの入り方とかですね、あとこのタグなんかもですね結構大きめについてますので、目立ってますよね。はい、横から見るとこうなってまして、で後ろ側はこうですね、はい、こんな感じになってます。で今ショルダーストラップあえて一番長くしてみましたけれども、かなり長くなってます。で片方だけ肩にかけてみますけれども、はい、もうこれくらい下まで来ますので、ショルダーストラップの長さ斜め掛けにしてもこれくらいありますので、長さは全く問題ないと思います。ちょっと戻しますけれども、これくらいにサイズ調節してみましたけれどもどうでしょうか。バッグ自体結構大きめなので、普段荷物多い方も、容量十分満足できるかと思います。では使い勝手見ていきますね。でメイン収納ファスナーここに持ち手あります。持ち手も大きいので持ちやすいですね。でこの動作もスムーズなのがとてもポイント高いかと思います。でスッと開けまして、中開けますと、スマホは手前のここの、
内ポケットにありますのでスッと取り出したりも可能ですね。そして、お財布取り出す時も長財布取り出したりとか、またペットボトル取り出したりとかですね、はい、もスムーズにできます。あとタオルとかも取り出せますしですね、この辺ですね、そんなに開口がですねそんなに広く開くわけではないんですけれども、奥の方がですね結構深くなってまして、手も動かしやすいです。なので意外と、中たくさん入れても手探りで、探す時にそんな窮屈感がないと言いますか、そんな感じは、しております。そんなとこですかね。あとエコバッグ取り出したりとかも、はい、スッとできるかと思います。で閉める時もこんな感じで、はい、できますね。で前面のこの収納に関しましても、ここのファスナーを、はい、スッと開けまして、中から、ちょっと除菌ティッシュ取り出したりとか、はい、その辺もスムーズにできますので、この前面のポケットもですね結構容量が大きいので、使い勝手いいんじゃないでしょうか。はい、サイドとか後ろ側には特に収納ないんですけどね、はい、バッグ自体が大容量と言ってもいいくらいなので、かなり活躍してくれるバッグじゃないかと思っております。ちなみに先日紹介しましたこの DOD のバッグ、これと比べましても、全然大きいんですよね、はい、ランドリーのバッグの方がかなり大きいサイズになっておりますので、DOD の方は、ポケットたくさんという使い勝手あるんですけど、容量重視の方はこちらのランドリーの方もぜひチェックしてみてください。はい、お待たせいたしております。一通り見てまいりましたけれども、容量に関しましてはまだ正確な測定を行っておりませんので、皆さんもまだ判断しかねているところかと思います。それでは本日も行きましょう。ハウメニーブルボン。ショルダーバッグの容量は14ブルボンです。ご覧の通り大容量バッグとなっておりますのでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今日はムック本ランドリーショルダーバッグブック紹介してきました。容量も良かったですし、あとこのカーキですね、この色もとても可愛らしくて良かったかなと思います。あまり購入してこなかった色なんですけれども、とても気に入りました。はい、ということで皆さんもぜひチェックしてください。もうすでに連休入っている方もいらっしゃるかもしれませんが、なかなか外出できない、休みになると思いますけれども、明日以降また動画上げていきたいなと思いますので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ということで今日の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ってもらえましたらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。